こんにちは。で、こっち向いて、うん、はい、はい、あ、こうやってずっと歩きながら。ああ、そうです、はい、はい、今日はスマル水産のつねちゃんにちょっと紹介、焼き魚センターを紹介してもらおうと思います、はい、すいません、突然、はい、美味しい、かつぶち美味しい、めちゃうま、はい、あ、顔も朝削りたいですね。全然違う、うん。魚センターさん何時ですか？9時ですね。あ、もうオープンですね。ちょうどね、はい、おすすめです。おすすめ、うん、美味しい。丸翔さん、カニです。丸翔さんはカニですね。入れるんだね、カニね。そう、違う、違うんですか？あー、違うんです。作っちゃうんですか？はい。丸翔さん、美味しい。だって、今、次は何でもやってます。高級卵焼き、うん、あ、若い娘さん、はい、ありがとうございます。はんぺん、はんぱんのはんぺん、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 こんな感じです。カセンターで言うと、カブト焼きをやってるところが、自家製でやってる。どこでどこ？牛は。あ、こちら。カブト焼き。はい。牛は、牛は水産。マグロ釜焼き。マグロカブト焼き。頭です。頭。ああ。これ一番おいしい。一番おいしいところ。特上カブト南マグロ1500円。こちらは。こちらは。和菓子と鮭と明太子。明太子。おお、ストラップ。はい。明太子。社長。うわがし、うわがし、もう焼津の夏はうわし社会ね。どこでも売ってる。これレア。おすすめは、おすすめ。あ、うちの、こっちやる。こっちやる。こっちやる。これ青いサンプルかなんかで作られた。青いサンプル。そうですね。青いサンプルで高橋染物。高橋さんのとこですね。あ、高橋最近はあの笠間でお茶屋さんの動画仕方まで置いてある。すごい。マグロ屋さんが2軒。マグロ屋さんが2軒。金友さん。ああ、大手金友さんのマグロ有名ですね、こちらね。金友さんです。あ、こちらもあれですね。マグロ専門店。ちょうど。マグロ専門店。じゃあ、どうも。関東隼人さんからどうも。みんなお願いします。茶屋さん。青のり。あ、すごい。これなんですか？あ、これ、こんなにでっかい看板つけちゃってマグロ専門回転寿司。じゃあ、鮭。お、ここにも魚菓子。魚菓子なんかあっちこっち売ってますね。お茶屋さんでも売ってるしね、最近ね。着物とか、そうです。ありがとうございます。鮮魚専門。鮮魚、生の鮮魚。結構お客さんいますね。なんで生の鮮魚が多いです。見栄えがいい。見栄えがいい。丼。
丼屋さん。あ、丼山本、はい、ここはマグロの総本家です。あれ天然物ですから美味しいですよ。なんかちょっと太っちゃった感じ、ね、はい、ちょっとサーファーやってないね。やってないですよ。おすすめ本マグロ丼ぶり。丼ぶりの定番。もうマグロの、もうそう、マグロしかやってない。マグロの超専門店、天然物のマグロ。これ生ですか？そう、生です。すげえな。あれで3500円で超高級だね。でもこれでも安いみたい。安い。あ、そう。40キロぐらい。へぇ、たぶんマグロ持っていいやん。美味しいマグロを買いに来てください。ありがとうございます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 。これ珍しい。これいい。これも珍しい。魚にちょうどね。これ生美味しい。おはようございます。お寿司屋さん。寿司屋さん、あ、マルシンさん。はい、マルシンです。おーおーおー。本日はどうぞいらっしゃい。いらっしゃい。さあ、干物を混ぜるようにだ。350円。あー、いいね。国産のごま入って小さいけんね。うまいよ。ありがとうございます。何もいいです。美味しいです。最高です。うまいから。うまいから。うめーよ。うまいです。ありがとうございます。これも、これがガイン屋さんです。高田先輩。なんで、あの、つねちゃんを撮ってるの。あ、俺はそうですね。つけ魚がメイン。つけ魚、つけ魚ってどれですか？おお、なんかうまそうな炭があるね。なんか肝のこの匂いで釣るわけだね、どうも。ありがとうございます。ありがとうございます。川田さんも俺も、あ、これすごいな。これ食べたのは焼津の。そうだね、これ小さい頃よくこういう工場遊び行ったよ。焼津の昔の匂い、うん、この焼津の昔の匂いだよね、これね。こういうとこ工場で遊んだからさ。あ、そう、うん、例えさ近所が、近所みんなこんな感じ。そう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 、うん、まあ、いいよ、お前だけもそうだけどさ、私も持ってた人が美味しいんですよ、今は忙しいんですよ。おい、今もこれ、大釣り。だから今はこんなちっちゃくなって、今からもこの朝の撮影だから。うん、燻製だから小さくなってるんですね。そう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 、2回が入ってるからね。うん、自分撮りしてる。一緒に撮る。こちらがお菓子屋さん。お菓子屋さん、洋菓子だからお菓子屋さん。お菓子屋さん、お菓子屋一緒に映っちゃっていいかな。自分で撮ってる。自分も撮ってる。はい、一緒に映ろう。つねちゃん、色男だから。面白いでしょ。面白い。あれ、ここにも書いてある。さっきの、2号店作っちゃったの。回転寿司屋さんになっちゃうじゃん、みんなこと。安くて美味しいという、そういうところを狙って皆さん行きましょう。ここ、特マーゲン。あー、こいつで、花火。あ、花火さん。どうぞ、ありがとうございます。その場で。全員行ってきたことあるかもね。あるね。だんだん、
っと今だるくなって。さあ、じゃあここ、はい、ここをメインでご紹介しましょう。旬ですね。夏の食べ物です。美味しいですよ。あ、コラーゲン。関節にいいのどれですか？関節にいいの。関節はこれにグルコサミン。グルコサミンがあるんですか？はい。ある？あ、これじゃあ買ってくる。はい。関節痛いんだよ。新商品。はい。何がこれ？サミンの燻製、骨を燻製して柔らかく。これが美味しいの？美味しい。なんか食べ物に見えないんですけど。魚の一番うまい部分なんでどこだよ。骨と頭、みんなお出汁はこっから取ります。そのうまい部分を加工してしまう。どうだ、さっきなんかすごい脂っぽいね。脂でしょ。うん、これだけ脂があるの。魚の脂ってすごいいいんでしょ。体にいい。そう買っとこうかな。うちの奥さん魚好きだから、うん、鮭。おうおう、こういうところを余すところで食べるのが大事。どこが一番あれなの？うまいですよ。あ、うまいですよ。腹のところでしょ。これ尻尾に今食べたの。どうですか？どうですか？グルコサミン買ってみたいと思って。グルコサミンがありますよ、ね、グルコサミンがあります。これは食べてます。グルコサミン栄養になる。サプリメント。サプリメント。これ尻尾と腹もどっち？腹もの方に。これがね、鮭です。あ、鮭？鮭、鮭、血を血液サラサラにするっていう。あ、そうですね。やっぱね、鮭はね、スモークすると一番美味しくなる。